深川は東京都江東区深川にあった花町、その総称。深川に花町が形成されたのは1655年、富岡八万宮門前に開業した料理茶屋が起源とされる。1627年に創建された富岡八万宮周辺の土地が1652年に開発され、その3年後に料理茶屋が許可され、それが 江戸区市の岡場所として栄えることになる。富岡八幡宮周辺のみならず、中町、新地、土橋、矢倉下、卒に、石場、筑田町の7カ所で岡場所が発生し、特に中町は繁栄を見せた。原禄期、影館の有利であった吉町から逃れてきた女芸者、菊屋が移り住み、歌の師匠と茶屋を開き、深川芸者が生まれた。 深川芸者は、羽織芸者、辰巳芸者と呼ばれ、行きと張り、行き地を売り物にし、皇居遊郭の吉原では、将棋が上位、狂話芸儀が G に対し、深川は芸儀が上位で、将棋は G であった。だが、深川の場合、売春をする者が多く、二枚看板と称された。深川は隣接する、木場の材木賞を相手に商売しにぎわった。しかし幕府は、 深川をはじめ江戸市中の丘場所を許さず、老中に就任した水野忠国による天保の改革で深川は潰され、将棋は吉原送りとされ、芸義は日本橋、柳橋に逃れ、向こうで新たな花町を形成した。その後、深川は料理者や最高を安政7年、武行に願い出て許可された。深川は火災で焼け出された吉原の借り宅として、 にぎわいを取り戻した明治に入り深川の花町は、柳橋、新橋の花町に押され、芸儀32人までに錆びれた。だが1878年、深川不動堂の建立で、花町は盛り返し、1886年、米市場が開設され、米国関係者に利用された。1888年、根津から移転した須崎遊郭が開設され、共に賑わった。 1907年、組合が組織され、芸儀40名が在籍。昭和初期では、松川二郎の全国加害巡りによると、沖屋54県、芸儀149名であった。しかし1937年、日中戦争勃発で、戦時職が強まり、深川芸儀は、須崎の将棋と共に、国防婦人会と結成、軍隊移盟したりしたが1944年、 花町の営業は停止された。1945年3月10日、東京大空襲で深川一帯は消失。花町も被害を被ったが1947年頃、復興に取り組み、1950年、料亭、町合41件芸技130名、置屋50件で再建された。戦後の復興によって、木材業の需要が伸び、 にぎわっていたが1958年、売春防止法施行で、須崎遊郭は廃絶され、高度経済成長期に入り、娯楽の多様化で、キャバレー、クラブに客を奪われ、得意先であった牙が1970年、新牙に移転され花町に打撃を与えた。昭和40年代以降、料亭、定義は減り、1982年、産業組合事務所が閉鎖。 バブル期による地上げで、敷地が、ビル、飲食店に変わり、1990年、門前中町に、料亭5軒、沖屋20軒、芸儀20名で芸儀がお上を兼ね、平成初期に消滅。AB、加害、色町、アデナ町 P28AB、加害、色町、アデナ町 P29、加害、色町、アデナ町 P30AB、加害、色町、 アデナマチ p 十一加害、色町、アデナマチ p 十二 a b c 加害、色町、アデナマチ p 十三小宮山春、東京路上再建第五巻。ありがとうございます。